おはようございます。はい、今日もサファズヤの手術と鼻の手術があるんですけども、手術の前ですね、私いつもこれ、総本山金剛無事って書いてますけども、高野山で買ったこう商品名おにぎりさんというんですが、おにぎりしてちょっとリラックスしてから手術に入ります。ということで今日も行ってきます。